こんにちは、モノモースです。今日は、ジャニーズ事務所が揺れているというニュースについてお話ししたいと思います。まず、ニュースの概要からお伝えしますね。ジャニーズ事務所が創業者の小ジャニー北川氏による性加害問題で揺れているというのが今回のニュースの核心です。新社長についた東山紀之氏は、法を超えて救済保障が必要だと表明していますが、所属タレントの広告企業などを見直す動きが企業に広がっているとのこと、さらに、NHK の音楽バラエティ、ザ少年クラブの終了も検討されているという報道も出ています。さて、ここで 私の意見をお述べさせていただきますまずジャニーズ事務所が揺れているのはその個々の行為が問題視されているからですよねそれは当然のことで被害者への救済保障が必要なのは間違いありませんしかしそれだけでなくタレントをいかに守っていくのかも示さなければジャニーズバナルは加速するでしょうそしてザ少年クラブの終了検討についてですがこれはジャニーズ事務所の問題だけでなく放送局の問題でもあります視聴者が求めているのは問題のある事務所の番組ではなく安心して楽しめるエンターテインメントですそのためには事務所だけでなく 放送局も自己改革が必要だと思います。最後に、ジャニーズ事務所の新社長、東山のリー氏に対しては、被害者への保障だけでなく、タレントの保護という視点も忘れてはならないと思います。タレントたちは、事務所の問題で自分たちの活動が制限されることはないはずです。そのためにも、新社長の手腕は問われるところです。以上、今回のニュースについての私の意見でした。皆さんもぜひ、自分の意見を思って、この問題について考えてみてくださいね。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。